嵐は日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、カゲロウ型の16番艦である。太平洋戦争初戦時は第四駆逐隊司令駆逐艦として同駆逐隊隊司令、有賀工作大佐が上艦。ミッドウェー海戦では空母赤城を雷撃で処分した。1943年8月上旬のベラワン野戦で萩風、甲風と共に戦没した。 歌唱第112号艦として、舞鶴海軍工廠で1939年5月4日、寄港。舞鶴海軍工廠で建造されたカゲロウ型は、嵐以外に4隻が存在する。1940年2月23日、カゲロウ型17番ガンハギ風と同日符で命名された。同年4月22日浸水。登録上は、舞鶴工廠で建造された。 姉妹艦の分けが、影楼型15番艦で、嵐が16番艦だが、気候、浸水、春行のいずれもの分けより、嵐の方が早い。同年9月16日府で、浅潮型駆逐艦2番艦大塩駆逐艦長、渡辺康政中佐は、嵐の偽装委員長に任命された。同時期、舞鶴海軍交渉に嵐偽装委員事務所を設置。渡辺は11月25日府で、 嵐初代駆逐艦長に任命された。同時期、嵐偽装院事務所を撤去。嵐は1941年1月27日に、竣工した。横須賀陳府席となり、直ちに横須賀へ開港された。なお、白杖型駆逐艦八番艦山風の艦名を、漢字で縦書きすると嵐と読めるため、二席の間で郵便物の誤配送が多発。山風側は、 山と風の間を開いて、書くを要請している。第四駆逐隊側は、完名に振り仮名を添付して、嵐と書くを通達した。同年3月31日、姉妹艦萩風が竣工すると、影老型二隻は、新編された第四駆逐隊に所属することになった。駆逐隊司令は、佐藤虎次郎大佐。翌日、佐藤司令は司令駆逐艦を嵐に指定した。 4月28日、司令駆逐艦は1日だけ、萩風に変更された。佐藤大佐の在任期間は短く、6月18日府で、第15駆逐隊司令へ転任、新たな第4駆逐隊司令として、第11駆逐隊司令の有賀工作大佐が任命された。また、影老型15番艦の分けは4月28日府で、第4駆逐隊に編入された。 一時司令駆逐艦に指定されるも、7月1日に一旦4区から外された。7月15日、カゲロウ型18番艦前風が竣工した。8月1日、第4駆逐隊は、第4水雷戦隊に編入される。10月31日府で、新鋭2隻は、第4駆逐隊に編入された。海戦に備え、各隊、各艦は、 台湾や海南島へ進出した。南方へ向かう第四駆逐隊は、文後水道で試験航海を行う山戸型戦艦一番舶、山戸と遭遇、最初は島と間違えたという。太平洋戦争開戦時、影楼型新鋭艦四隻は第四水雷戦隊に所属し、引き続き第四駆逐隊を編成していた。第四水雷戦隊には、第四駆逐隊の他に、 第2駆逐隊、第9駆逐隊、第24駆逐隊が所属していた。しかし第4駆逐隊は南方部隊本隊に所属、南方作戦を支援しており、第4水雷戦隊とは基本的に別行動だった。マレー沖海戦ではイギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズ及び巡洋戦艦レパルス出現に備えたが、イギリス東洋艦隊は日本軍基地航空隊に撃破された。 1942年2月下旬、第4駆逐隊、第1小隊以下港部隊本隊は、セレベスト、スターリング湾を出発して、ジャワ機動作戦に参加。ナグモ機動部隊に編入された第4駆逐隊、第2小隊とは別行動を取った。第1小隊は、第4戦隊と共に行動し、ジャワ島南方へ進出。3月1日、 嵐と野分家は、商船4隻を撃沈。続いて、嵐は、アタゴキが発見した商船のもとへと向かいオランダ船、ビントエーハンを打破した。3月2日、マヤ、嵐、野分家は共同で、イギリスの駆逐艦ストロングホールドを、アタゴ、タカオは、アメリカの駆逐艦ピルスバリーを撃沈した。3月3日、嵐と野分家は、アメリカ砲艦アッシュビルを撃沈した。 アッシュビル撃沈後、付近の海面にはアッシュビルの生存者が多数漂流していたが、嵐の管内に他の捕虜が多く収容されており、余裕がなかった。また別の大型商船発見の報告が入り、時間的余裕もなかった。そこでカッターボートを出して、インディアナ州出身のフレッド・エル・ブラウンだけを救助し、残りは洋上へ退去させた。この結果、ブラウンだけが、 アッシュビルの生存者となった。3月4日、アタゴ、タカオ、マヤ、嵐のわけは、スループやら、特務艦暗金、小型輸送艦フランコール、機動総改艇 MMS51 からなる戦団を攻撃して、全滅させた。嵐はやらの乗組員18名と上官中国人12名を、救助した。またこの作戦で、 攻撃で開いたタンカーの穴に爆雷を放り込んで撃沈するという珍しい攻撃法を行っている。同日、嵐はオランダ戦チャーシーロアを打破した。3月7日、スターリングワンに帰投。4月1日、吹雪型駆逐艦が航なり公長谷川清澄隊は嵐の航海長に任命され、それまでの嵐水雷長は海軍兵が公共下にへ転任。 嵐公会長が嵐の水雷長となった。4月4日、三隻はペナントを出撃、インド洋に進出する。インド洋方面の作戦を支援した後、4月11日、シンガポール駅通した。4月10日府で、第1、南遣海艦隊、第2、南遣海艦隊、第3、南遣海艦隊を統一指揮する南西方面艦隊が編成され、 第2艦隊司令長官、近藤信武中将は南方部隊指揮官の任務を説かれた。第4駆逐隊、第1小隊は、あたごを護衛して4月17日に横須賀駅等した。翌4月18日に、ジミー同リトル中佐指揮下の B-25、爆撃機16機による帝都発空襲があった。嵐は横須賀港を襲撃した1機の B-25、 爆撃機に対空射撃を行う。この機は潜水母艦から空母へ改造中の流砲に爆弾を命中させ中国本土へ離脱していった。一方、アメリカ軍の機動部隊追撃の指揮を取る第二艦隊司令長官近藤信武中将は、まず横須賀在白中の第四戦隊、第十駆逐隊、第七駆逐隊、第八駆逐隊、第四駆逐隊、 東京湾で訓練中の空母小大鳥等に出撃を命じた。同時に、三河湾に停泊中の従順マヤ、桂島白地の従順妙高、羽黒、呉の軽巡人数に前進部隊への合流を指示した。だが、アメリカ軍機動部隊を補足できないまま4月20日有国の作戦中止通達を迎え、各隊、各艦は母港への帰路に着いた。この頃、蝶大鳥は、 護衛に指定された第七駆逐隊と合流できないまま、短観で概要を公開していた。近藤長官は、第七駆逐隊の代わりに第四駆逐隊を派遣。四区第一小隊は、小大鳥と合流、小大鳥を護衛して、横須賀へ帰投した。5月1日、本田隊員を嵐公会長へ、谷川清澄隊員を嵐水雷長にする人事が行われた。6月上旬、 嵐はミッドウェイ作戦に参加する。第四駆逐隊は機動部隊警戒隊に編入され、ナグモ機動部隊の主力空母4隻の名追いとしてアメリカ軍と交戦する。空母4隻は臨境陣の中央で一辺8000メートルの正方形を形成し、右列、左列という配置であった。6月5日の戦闘序盤、嵐は撃墜されて漂流する空母ヨークタウンの 大撃隊生存者のウェスリー、フランク・オスマス海軍予備将尉を救助し、艦内に収容している。他に巻雲もアメリカ軍搭乗員2名を収容している。また、エンタープライズの飛行隊長である、クラレンス・マクラスキー少佐によれば、攻撃隊を率いて、快適予想地点に到達したが、ナグモ機動部隊を発見できず、その作的中に、一隻の日本巡洋艦を発見。 これを、機動部隊と上陸部隊との連絡艦と推定し、巡洋艦の深度に合わせて飛ぶことで、ナグモ機動部隊の空母4隻を発見したと、回想している。ゴードン・ウィリアム・プランゲ博士を、はじめ多くの著作において、嵐は、アメリカの潜水艦のオチラスを爆雷で攻撃した後、本体に戻るべく増速。これを、マクラスキー少佐隊が発見、追跡して、 なぐも機動部隊本体を発見したとしている。ただし前日の通り第四駆逐隊司令官嵐は空母赤木の名前であり、嵐の戦友会によれば空襲直前の時点で同艦の傍らから離れることはなかったという。なぐも機動部隊の真ん中に浮上して戦艦霧島に来撃を観光したノーチラスに対し、嵐が爆雷攻撃を行ったことは記録に残っている。 結局、エンタープライズの干拓隊によって、赤木、加賀が、被弾炎上、総流も、ヨークタウンの干拓隊により被弾炎上した。第四駆逐隊、第一小隊は、赤木の資金にあって、赤木の消火活動や脱出者の救助に従事した。嵐は、赤木に横付けして、消火作業を行うが、駆逐艦による消火には、限界があり、前時、赤木乗組員の収容を行う。 この時、有賀司令や赤木幹部たちは、赤木の青木大二郎艦長を説得して、嵐に移常させたが、後に、青木艦長は、予備役に編入された。加賀の沈没後、加賀の乗組員を救助した第四駆逐隊、第二小隊が合流すると、有賀司令は、連合艦隊司令部に、赤木処分許可を求めるが却下された。そこで、有賀司令は、今夜は、赤木の警戒に任じ、 敵艦来たらば差し違い戦法を持って、これを撃滅戦すとの命令を発した。第四駆逐隊は赤木の警戒に当たるが、水平線上に敵影を発見し、これに対し突撃する一幕もあったという。この頃山本五十六連合艦隊司令長官により、赤木の処分命令が下った。これを受けて、嵐以下第四駆逐隊四隻は赤木を来撃により処分した。 6月6日、嵐では先に救助されていたオスムス海軍予備将尉が何者かに残殺されて、水槽された。戦後、嵐生存者は、捕虜殺害の責任者として、戦争中に戦死した、有賀司令渡辺、松浦勤の名前を挙げている。その後、第四駆逐隊は、赤城加賀の生存者を、戦艦長と道の駆刀に移乗させた。 また、アリューシャン攻略作戦の支援及び、アメリカ軍機動部隊北方出現時に対処するため、6月6日府で、第3戦隊、空母随砲、第8戦隊、第10駆逐隊、第4駆逐隊、特設水上規模艦上川丸は、北方部隊に編入され、それぞれ北方海面に進出する。6月中旬以降の第2機動部隊区分は、第1空襲部隊、 第2空襲部隊だったが、アメリカ軍との交戦は正規しなかった。日本帰還後の7月14日、第4駆逐隊は、正式に、第3艦隊、第10戦隊へ編入された。第10戦隊は、平旬ながら、第4駆逐隊、第10駆逐隊、第16駆逐隊、第17駆逐隊という戦力を揃えた。7月30日、嵐、 ハギ風はミッドウェイ攻略部隊に指定されていた陸軍、一騎死隊、約2400名を内地に帰還させるべく、輸送船2隻を護衛して、グアム島へ向かった。8月5日、グアム期。8月7日から8日、グアムを出港して内地へ向かうが、すでに大本営は一騎死隊のガダルカナル島投入を決定していた。軍令部からの緊急命令を受けて、トラック白地へ向かい、 12日に、8月7日、アメリカ軍のガダルカナル島とフロリダ諸島上陸により、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月16日、第4駆逐隊司令、アリガ工作隊佐々木下のカゲロウ型駆逐艦6隻は、陸軍一騎士隊約900名を乗せて、トラック白地発、8月18日深夜に、ガダルカナル島北東部の大某岬へ揚陸した。 17×3 隻は、ラビの戦いに従事するため、ラバウル基地へ向かい、3隻で、アメリカ軍小型艦艇や、陸地の米海兵隊を攻撃するが、翌日に、アメリカ軍の B-17 爆撃機の空襲を受け、萩風が大破した。嵐は、萩風を援護し、ガト警戒任務をかけるに委任して退避した。月日、嵐以下が輸送した陸軍一は、 イルるワと河川で全滅した。トラック白地到着直前の23日午後1時、嵐、萩風は山本56町官座上の戦艦山と空母、カスガ丸、第七駆逐隊と遭遇した。萩風は修理のため日本本土に向かった。嵐はラバウルに向かい、27日に入港した。嵐は一時的に第18戦隊の指揮下に入ると、 ラビの戦いに投入された。再び第17駆逐隊が嵐の領艦となる。8月28日14時、天竜、裏風に護衛された駆逐艦3隻、小海艇3隻は、クレチンジュフ第3特別陸戦隊約770名を乗せて、ラバウルを出撃29日18時に、パプアニューギニアのミルンワンラビ東方に到着して、陸戦隊を揚陸する。 9月1日16時、嵐は横後特約200名が分譲する小海艇2隻を護衛して、ラバウル発、途中で浜風と放流した。9月2日10時25分、アメリカ軍軽巡洋艦1隻及び輸送船1隻、ミルン湾入港との情報を得て、駆逐艦2隻のみ、ミルン湾へ、急行、だが米艦はすでに撤収していたため水上戦闘は、 起きず、悪天候のため陸上との連絡にも失敗した。9月3日午前7時、松山少将より陸戦隊の負傷者収容と敵陣地砲撃命令を受けて2隻は反転、再びラビへ向かう。午後10時以降浜風は対地砲撃を実施、嵐は陸戦隊と連絡を取った後、負傷したクレ山特司令を乗せて9月4日午前2時にミルン湾を出発。 同日午後7時にラバウルへ帰着した。撤退作戦十時中の9月6日午後十時前後、2隻はニューギニア島のミルンワンラビに突入、港湾に停泊していた連合国軍貨物船1隻を撃沈した。翌日15時にアメリカ軍機と B-17 の空襲を受け嵐に負傷者1名が出た。夜間、立つた嵐は再びミルンワンに突入して、 対地砲撃を行うが、陸戦隊の収容はできなかった。ラビ方面の戦いが失敗すると、嵐は再び、ガダルカナル島の戦いを受ける、駆逐艦輸送作戦に投入された。9月13日20時30分、嵐は輸送船サドマルを護衛して、ラバウル発、14日午後4時ショートランド白地に、同地で、橋本慎太郎少将が指揮する。 外南洋部隊奇襲隊に編入された。軽巡川内、駆逐艦7隻は、陸兵約船100名、連隊砲6、速射砲4、弾薬両職等を搭載して午後11時に、ショートランド出撃したが、アメリカ軍機が活発に行動しているため15日朝の、揚陸は中止、川内は、ショートランド白地へ飛退した。駆逐艦7隻のみで、揚陸作戦を、続行。 9月15日午後8時頃にガダルカナル島北西カミンボ湾に到着して物資揚陸に成功した。ショートランドへの離脱中、輸送隊はアメリカ軍機の攻撃を受ける。嵐は急降下爆撃機9機、雷撃機4機に襲撃されたが、巨雷1本が艦艇を通過して回避に成功。他艦も被害を受けることなく9月16日午後1時過ぎにショートランド白地へ戻った。 9月18日8時30分、有賀司令は、駆逐艦4隻を指揮して、ショートランド白地発。またガトールンガ白地に、アメリカ軍輸送船団侵入の報告を受け、増援部隊が、急遽、ショートランド白地を出撃、ルンガ白地へ向かうが、アメリカ軍輸送船団は素早く撤収し、快適できなかった。川内隊は、ルンガ白地桟橋付近を砲撃、輸送隊は、 夜10時以降ガトーカミンボ母湾に到着して、陸兵約170名、野ー4問、軍需品を擁陸した。9月23日府で、嵐は第3艦隊に復帰し、25日にトラック白地に到着した。10月下旬、第4駆逐隊は南太平洋海戦に参加した。第1航空船隊の空母3隻を、従順1隻、駆逐艦8隻が護衛。 のわけは燃料補給戦団に配備されていた10月25日、南雲機動部隊は無線封止中のため命令を受けた嵐は艦隊から分離して単艦で東方へ向かい、機動部隊の行動と情勢を発信した。10月26日、アメリカ軍機動部隊艦載機の空襲により、空母昇格飛弾後、四区司令官嵐は、機関、昇格の通信を代行した。 その後、嵐には、南雲忠和司令長官や草加、竜之助参謀長など、第三艦隊司令部が異常。一時的に嵐を、南雲機動部隊機関とした。損傷した空母2隻は、駆逐艦2隻に護衛されて、トラック白地へ飛隊。南雲長官は17時30分になって、本職嵐に正気を渡る上げせり、嵐を、 立位に高戦及び随格所在に急コースを通知して、南下を開始した。期間の変更が遅れたこと、随格ではなく、嵐になったことについて関係者はいくつかの回想を残している。中島地方家通信参謀によれば、南雲司令部は、秋月が宅地区間二番間正月に移常するつもりだったが、打ち合わせ不備のため正月が離れてしまい、嵐に変更されたという。 翌日、嵐は、機動部隊と合流、南雲司令部を随格に送り届けた。11月2日、村将艦及び護衛艦は、トラック白地を出発。昇格隊は11月6日に、横須賀駅等。嵐は8日から18日までドックで、修理整備を行う。修理中の11月15日府で、渡辺中佐は嵐駆逐艦教職を解かれる。二代目嵐艦長は、 マイル海軍交渉で修理中の駆逐艦3隻、駆逐艦長を兼務していた杉岡美幸七中佐となった。11月21日、第4駆逐隊は横須賀を出港して、大部開港。23日、陸軍特務艦秋津丸を護衛して、内地を出発し、12月1日ラバウルへ到着した。嵐、野明、有明は、外南洋部隊増援部隊に編入され、 ショートランド白地へ、進出、再び、ネズミ輸送に従事する。12月3日、田中雷蔵第二水雷戦隊司令官の指揮下、第二次輸送作戦を実施するが、巻波が空襲により損傷した。22時以降がダルカナル島タサファロング白地に、ドラム缶1500個を投入したが、回収されたのは310個だけであった。12月7日午前11時、 駆逐艦11隻による第三次輸送作戦に参加してショートランド白地を発。午後4時以降の空襲で4区領艦野分家が被弾し、航行不能となった嵐も勝破した。野分家は長波に栄光され、嵐、有明に護衛されてショートランド白地へ被退した。それ以外の駆逐隊は揚陸作戦を続行したが、アメリカ軍魚雷艇やアメリカ軍機に妨害され、 揚陸を中止して、ショートランドへ戻った。なお、第3次輸送作戦、第4次作戦に参加した初春型駆逐艦2隻について、田中司令官は、夕暮れと有明は、他艦に比べて速度が出ないので取り扱いに困ったと評価している。ガダルカナル島の戦況は悪化する一方であり、山本56連合艦隊司令長官は、 今時の駆逐艦輸送に期待するところ極めて大なり、あらゆる手段を工事任務達成に務めようと激励する。12月11日13時30分、嵐は駆逐艦11隻による第4次輸送作戦に参加してショートランド発。田中司令官は最新鋭の秋月型駆逐艦正月を期間と定め、警戒隊、輸送隊という戦力を揃える。だが、 ガダルカナル島揚陸中、警戒隊はアメリカ軍魚雷艇の雷撃を受け、引き込みなりした寺静月は自沈した。田中に推薦司令官は長波に異常。嵐が正月の救援にあたる。嵐は正月に雪原して乗組員約140名を救助。寺静月は艦長以下の手により自沈嵐に異常できなかった第61駆逐隊。 司令速慢を収む自体さと正月艦長以下156名はガトーへ上陸した。一方、嵐が正月を救援している最中に、長輩方艦はガダルカナル島海域を離脱したため、嵐は単艦で現場を退避、主体から約6時間以上遅れた午後4時頃に、ショートランド白地に到着した。投下されたドラム艦船二百個のうち回収されたのは百二十個に、 すぎなかったという。1943年1月10から11日、第2水雷戦隊司令官、小柳富次少将指揮下の駆逐艦8隻による第5次輸送が実施された。警戒隊、輸送隊、待機隊という区分だった。作戦中、アメリカ軍魚雷艇の攻撃で、第16駆逐隊の姉妹艦八風が大破。有賀司令の指揮下、駆逐艦3隻は、 ガダルカナル島から、ショートランド白地まで初風を護衛した。同作戦指揮官の第二水雷戦隊司令官、小柳富次少将は初風を守り切ったありがとう、中原義一郎、三席を称賛している。続いて、嵐は、第十戦隊司令官、木村進少将を指揮官とする駆逐艦9席で、ガトー輸送作戦を実施した。警戒隊、輸送隊という区分だった。 各艦は13日朝までにショートランド白地に集結、1月14日朝に出撃した。揚陸作戦成功後の15日朝、嵐はガダルカナル島からの帰路でアメリカ軍機の攻撃を受け、航行不能となる。他に谷風駆逐艦長の勝見中佐が戦死、浦風も勝破した。有りがしは第15駆逐隊黒潮による栄光の申し出を断り、 第四駆逐隊姉妹関米風に嵐を栄光させている。霊式水上観測機の護衛も受け、各艦はショートランド白地へ飛退した。なお午後1時30分頃に霊艦10機が B-17 型10機 P-39、エアコブラ12機と空戦を行い、5機喪失と引き換えに P-39 を1機撃墜したという。1月16日、 第4駆逐隊司令駆逐艦は、嵐から、毎風に変更された。1月19日、第10戦隊機関である秋月が、アメリカの潜水艦ノーチラスの雷撃で大破。その際に、木村司令官は負傷したため1月21日府で、第2水雷戦隊司令官小柳と三次少将が、第10戦隊司令官に任命された。嵐はトラックで、応急修理を行い、 2月のガダルカナル島、撤退作戦に支援隊として参加する。この第2次撤退作戦で第4駆逐隊埋風、第3次撤退作戦で 17× 姉妹、簡易磯風が損傷して、長期修理となった。2月13日、第4駆逐隊司令駆逐艦は、前風から嵐に戻った。作戦終了後の2月15日、第3戦隊司令官 クリタ・タケオ中将を指揮官とする開港部隊が編成される。空母2隻、第3戦隊、水蒸気母艦日進従順2隻、駆逐艦5隻はトラック白地を出港。だが、悪天候のため航空隊収容不能だった3隻のみ、トラックへ引き返した。19日、4隻は混合隊と分離。二十日に横須賀到着。同日府で第四駆逐隊司令は、 アリが工作大佐から杉浦義美重大佐に交代した。2月24日、第4駆逐隊司令駆逐艦は嵐から萩風に変更される。嵐水来町も谷川大尉から宮田圭介大尉に交代。嵐は母校で修理を実施した。5月上旬、第1航空戦隊及び第10隊がトラック白地より内地に帰島した。移合作戦で消耗した。 母艦航空部隊を補充、再建するためである。5月8日、随格隊は、ご到着。駆逐艦2隻は、佐世保へ向かう空母、随砲の護衛を行った。5月12日、アメリカ軍は、アッツ島に来航。それに伴い連合艦対水上部隊主力は、東京湾に集結し、北方作戦に備えた。5月21日、機動部隊は、横須賀に到着した。 5月22日、連合艦隊司令長官、小上内一大将時期卒の戦艦3隻、空母費用、第8戦隊、駆逐艦5隻が、トラック白地より横須賀に到着する。大和型戦艦2番艦武蔵には4月18日海軍校事件で、戦死した前連合艦隊長官山本56、大将の遺骨が乗せられていた。5月22日、横須賀帰着。 山本元水の選手は21日に公表され、通夜及び、国別式は23日武蔵館定で行われた後、遺骨は第10駆逐隊により、武蔵から横須賀へ運ばれた。第3艦隊司令長官、小沢寺三郎中将は嵐に、正規を移し、木更津沖まで出向いたという。5月29日、アッツ島守備隊は玉砕。有力な米水上部隊の不在。 燃料不足、守備隊員玉砕という観点により、機動部隊の北方作戦参加は中止。各艦、各部隊は横須賀を経由して内海西部へ開港された。第10戦隊は戦艦、従順部隊を護衛して、クレーへ移動している。6月21日府で、第10戦隊司令官は小柳少将から多すぎ、森和少将に交代した。6月30日、 アメリカ軍は、ニュージョージア諸島南西部レン連バ島に上陸を敢行、ニュージョージア島の戦いが始まった。ソロモン諸島の戦局急泊に伴い、日本海軍機動部隊は、トラック白地に進出することになった。7月10日、第3艦隊司令長官、小沢寺三郎中将が指揮する空母4隻、従順二洋艦3隻、軽従二洋艦2隻、水蒸気母艦日清。 駆逐艦部隊は日本本土を出撃。7月15日、暗号解読や両艦からの通報により、アメリカの潜水艦ティノサトポーギーがトラック諸島近海で小沢機動部隊を待ち伏せていた。ティノサも距離3500メートルで魚雷4本を発射するが、回避され、小沢艦隊は被害なくトラック白地に到着した。さらに5隻と第10戦隊は、 ラバウルへ進出し、ブーゲンビル島部員輸送を行った。当時、ニュージョージア島の戦いにおける日本軍の劣勢は明らかであり、地上軍の補充と増強が強く求められていた。ラバウルで嵐は離婚に、萩風は地球間に、磯風は大淀にそれぞれ燃料補給を受けた。準備完了後、秋月か宅地区間2隻は物価島輸送を実施。また、 第10戦隊司令官、大杉森和少将は、阿賀野から萩風に異常して、萩風に正気を掲げた。知らぬ日形三隻は、戦車等の軍事物資を満載した、水上規模艦日進を護衛しつつ、部員へ向かうが、7月22日部員到着直前で、空襲を受け日進が沈没した。駆逐艦三隻は生存者の救助に奔走した。 ラバウルに帰討後、第10戦隊機関は、ハギ風からアガノに戻った。ここで第4駆逐隊のみ南東方面部隊、外南洋部隊、増援部隊に編入され、ソロモン諸島に残ることになった。外南洋部隊増援部隊は、ニュージョージア島の戦いに伴うクラワンヤ戦や、コロンバンガラ島を機械戦で、機関2隻、駆逐艦多数を喪失し、他の駆逐艦も軒並損傷。 7月7日に任命されたばかりの第3水雷戦隊司令官伊集院松次大佐が軽巡洋艦川内を機関として増援部隊の指揮を取っていた。第4駆逐隊以外の艦はトラックへ帰討したが、その際磯風は魚雷と弾薬を萩風嵐に供与している。7月25日、第4駆逐隊と第27駆逐隊白露型駆逐艦しぐれ。 合計3隻で、レカタ輸送を実施。揚陸に成功し28日ラバウルへ帰還した。この時、駆逐艦2隻は、ニューブリテン、シマツルブ輸送作戦中に27日同等へ、座礁し、さらに空襲を受け28日に、三日月、有明ともに沈没した。8月1日、駆逐艦4隻は、コロンバンガラ島輸送作戦を実施中、アメリカ軍に雷ら軍と交戦する。 夜間水上戦闘の最中、警戒隊山切りは、ジョン・エフ・ケネリ中尉を定調とする、魚雷艇、PT-109 を体当たりによって撃沈した。8月2日、ユーコクラ・バウル帰島。損傷した雨切りの大艦として、白露型駆逐艦高風が、輸送作戦に加わった。8月2日、外南洋部隊指揮官、サメシマグジュ中将は、 増援部隊5隻による部員とコロンバンガラ島輸送を、レー第4駆逐隊側としては、綱渡りのような作戦に危機感を覚えたが実施するしかなかった。1943年8月6日、部員及びコロンバンガラ島への輸送のため増援部隊は、ラバウルを出港。第3水雷戦隊機関の軽順川内は、部員へ向かい、駆逐艦4隻は、コロンバンガラ島へ向かう。 警戒隊はしぐれ、輸送隊は3隻で、輸送兵力は陸兵950名と、物資90トンである。日中の時点で輸送隊はアメリカ軍召回機に捕捉され、行動を報告されていた。これに対し、日本側は敵有力部隊作動の恐れあり程度にしかアメリカ軍の行動を把握しておらず、予定されていた水上偵察機の夜間召回も、 天候不良を理由に中止されている。同日夜、コロンバンガラ輸送隊は、ソロモン諸島コロンバンガラ島沖にて、フレデリック・ムースブラガー中佐指揮下の米水上部隊と交戦した。戦闘当時の天候は、曇りで視界不良。ハ萩風嵐マイナス高風しぐれの単純人は、アメリカ軍のレーダーに捕捉され、先制雷撃を受けた。敵艦隊に気づいたものの回避は間に合わず、 まず、高風が降沈した。その後の砲撃により、第四駆逐隊二隻も相次いで沈没した。完全な奇襲の上に複数方向から雷撃、砲撃されたため、日本側は水上艦艇、魚雷艇、飛行機による同時攻撃と錯覚している。嵐は左限への光なりとともに、手砲も魚雷発射艦も使用不能となり、 搭載していた陸軍武士団役に引火して炎上した。全部に残っていた2 5ト、mm、ル機銃で最後まで反撃に努めた。しかし、米艦隊の砲撃により、間もなく沈没している。嵐では艦長以下178名が戦死。生存者は嵐、萩,萩風各艦約70名、航風約40名。三隻が分譲させていた。 陸軍兵は940名中約820名が戦死した。生存者はベララベラ島に漂着し、その後救出された。生還した日本側駆逐艦はしぐれのみとなった。しぐれは魚雷8本を発射するも効果はなかった。その後、米艦隊の追撃を振り切ったしぐれは生存者の救助を陸上部隊に依頼、部員輸送を終えた川内と合流して、 ラバウル駅通した。8月9日、大本営は、飛行機、魚雷艇と共同する敵水雷船隊と交戦、駆逐艦一隻を撃沈、我が方もまた駆逐艦一隻沈没、一隻大破と発表した。アメリカ軍の発表は、日本軍巡洋艦二隻撃沈、駆逐艦一隻撃沈、駆逐艦一隻撃破だったという。 第27駆逐隊や生還した杉浦はレーダー及び米駆逐艦部隊新戦法の脅威を各方面に報告した。軍務局はキスカ島撤退作戦を終えない地に戻っていた島風型駆逐艦島風に対し電探射撃について研究を行うよう加齢している。また杉浦司令は貴重な駆逐艦を輸送任務に投入することを避けるよう訴えているが駆逐艦による 輸送作戦は太平洋戦争末期まで状態化することになった。9月5日、第4駆逐隊司令駆逐艦はのわけに変更された。第4駆逐隊は、萩風、嵐の喪失により戦力が半減したため、9月15日付で満潮型三雲を編入した。駆逐艦嵐と萩風は10月15日付で、白縫い型駆逐艦第4駆逐隊、帝国駆逐艦席。 それぞれから除籍された。第四駆逐隊司令も11月17日府で、杉浦義美重大佐から磯久志健馬大佐に交代した。ミッドウェー海戦時の嵐水来町は、太平洋戦争終結後海上自衛隊の自衛官として活躍し、海将として退役した。渡辺康政中佐。 1940年9月16日から1940年11月25日、渡辺康政中佐。1940年11月25日から1942年11月15日、杉岡美ゆき奈々中佐。1942年11月15日から1943年8月7日、戦死、同日付任海軍大佐。ありがとうございます。